はい、どうも皆さん、こんにちは。です。ザ・フォレスト、今回もやっていきたいと思います。で、バージョンがね、0.34 にね、アップデートいたしましたので、アップデート内容の方をね、確認しながらやっていきたいと思います。よーし。よいしょ。で、何が、おい!ちょっと待って、これ。うさぎさんですね、こんにちは。あるよね、本を開くとさ、立体的に浮かび上がってくる。なんか折り紙みたいなのがこう本の中にあって、それ本を広げるとこう浮かび上がってくるっていうやつね。それですね、これ。で、クラフト的には何も追加されていないんですが、こちらディフェンシブボールにね、ある変化が加えられました。どこら辺、そちらがですね、とりあえず、これをね、ここ壁ギリギリにくっつけて、原住民がすげー来るので、これ岩を巻き込む感じでやろうか。こうやって、岩も庭の一部みたいなね。こうやって、こここうやって、こっからちょっと下げて、みたいな。あ、ちょっとここ。もうちょっとこうやってで、ここ下げてって、岩をね、ちゃんと巻き込んで、よいしょ。ここね、どんな感じでしょう。こういう、微妙だな、ここ。バックもちゃんと巻き込みたいので、こういう感じかな。よいしょ。で、あとはずらーっとここら辺。ここまでやっちゃって、で、いや、これ相当な丸太の数だ。159本か。まあ、そこまででもないね。で、このディフェンシブウォールに、よいしょ。これ R で、なんとほら。これね、横にピッとなりましたけど、これね、ドアなんですね。よいしょ。はい。両サイドのドアを、両サイドっていうか、2個連続でドアを取ってやると、ほら、1個の大きなドアになるんですよ。これを作りたい。で、これって多分、どっち?これね、内側と外側どっちにもできるんですけど、これどっちに開くんだろうね。内側でやってみようか。よいしょ。はい、これ。これを作ろうじゃないかと。これであそこのドアの部分だけこう盛り上がるんですよね。あれがすげえかっこいいの。よいしょ。丸太もね、いっぱい用意してきました。ああ、いい感じだ。もう作んなくてもわかるな、これ。よいしょ。さあさあ、丸太、ドア、あ、12本も必要なんだ、これ。結構必要だね。ってことは、これ丸太全部使っても、作れねえな。11本。あ、ドア1個で12本だ。2個合わさって12本ってことですね。さあ、これ1本。ああ、いい感じだわ。もうすでに、これわかるな。まあ、外側に開くやつでも、あ、こういうタイプね。うん、外側に開くやつだ。オッケーオッケー。で、おそらく、こっちの方でやってみると、これが外側に開くので、こうやると、外側からこう中にドーンと開く感じか。オッケーオッケー。そういう感じですね。で、これロックもね、ちゃんとできます。ほら。これめっちゃいいよね。うん。めっちゃいい、これ。これ邪魔だな。ほい。オッケー。いや、これ超いい。よいしょ。アロエとかね、あるね、この辺回収して。めっちゃいい拠点だな、ここ本当に。すげえいい場所。ロッカーもね、まあ、数は多くないけど、ロッカーっていうのこれ、違うな、バックか。いっぱいあるし、そうだね、一個開くタイプのやつもこの辺に作ってみようか。これですね。これだと内側から、内側から外側に開いてるよね。なんで、外側から内側に開く感じのやつをここに作ろうか。これ。もちろんね、一個の、ドア。まあ、片方だけ開くタイプのものを作れます。こんな感じ。おぉ。いいじゃない。いいね。さあ、これ不必要な時はね、ロック。あれ?あ、ここが、ロック。あれ、何これ?あ、これミスったわ。これミスったな。これあれですね。ロックは、ちゃんと内側から開くところからじゃないと、できないわ。で、こっち外側からロック、解かれちゃう。原住民入り放題だね、これね。あー、これダメだね。後でちょっと、壊して、新しいの作っときたいと思います。うん。あっちみたいに内側から外に開くタイプの
やつじゃないとダメだね。お、テニスボール。そう、テニスボールにね、火をつけられるんだ。お、つく。あー、ついた。あっつ。なにこれ。オレンジ、オレンジみたいにできた。あっち。ちょ、水、水。おし。あっつ、あ、燃えてる。うーわ。あっち。あっつ。ふっちょ、ちょ、あっぶね。あっついわ、マジ。火の玉。すげえ。ずっと燃えてるね。そういえばパート1もね、なんかこれに火をつけて熱いとか言ってたよね。パート1。ザ・フォレストもね。一番最初に投稿した動画。これで熱いっつって。熱い。あっちって。言ってました。お。今鎧が、なんかすごいかっこよくなってたね。そう、鎧の、姿とかもちょっと変わってるらしいんですけど、まあ、マルチプレイをしなければわからないと。あとね、この矢に、布をやるとこれね、インセンディアリーアップグレードスピアって出るんですけど、これね、布をいくらやっても、あの歯車がね、出てきて、作れるってことがないんですよね。なんで、ちょっとアップグレード内容を見る感じでも全然わかんなかったんで、どうやって作るのかなと。インセンドリーアップグレードスピアってなんだろうね。毒ではないし、多分布で貼ってると思う。このロゴがこれ木の棒だけど違うと、うん、非常に難しいところではありますね。普通のスピアに、あれどうやってこれこのアップグレードスピア作るんだっけ。それすらも忘れてしまったな。そうだね。まあ、アップデート内容的にはそんな感じですね。うん。火の弓矢、違う。火の槍と、あとこのね。もうこの外壁が扉付きなんで、前の拠点で罠を利用してね、扉みたいな作ってましたけど、どれだったかな。針が起き上がってくる。これだ。これを使って、まあ、こっちから入ると、家に帰ってくると自動的に、この罠が作動して扉みたいになるっていう。それを利用してたんですけど、まあ、そういう必要がなくなったと。非常にいいアップデートだね、これは。なんで、この外壁は、ちゃんと外壁用として使えると。あと、家とかを作るときには、これだね、カスタムウォールを使って、作るという感じですね。ほい。まあでもこれだけでもね、まだ物足りない気もするので、ちゃんとトゲトゲもね、家の外に配置しつつね、やっていけば、もうこれ完璧な家だね、本当に。この家の敷地の中にこれ、もう自然溢れてるわ。で、お魚もね、いるので。いやー、めっちゃいい拠点作ったね。めっちゃいい場所、これ。まあここの扉はね、後で直しておきます。そしてですね、前回作ったね、この家。一階部分だけとりあえずインテリアをね、作りました。はい、こんな感じ。うん。これかまど。かまどっていうか、まあ、キャンプファイヤーズ、焚き火ですね。うん。作って、あと武器を置く。ウェポンラックですね、これ。いらない武器とか、こういう、あんまり使わない武器はね、ここに置いておこうということですよ。ラケットもいらないから、ほら。充実してるように見える、すげえ。あとこういうね、爆弾とかも、まあ、いざという時に使うと。これ爆弾こっから取って、こっからポッと投げられるからね。あえてこの辺はね、壁を通らせないようにして、敵がすぐ近くまで寄ってくると。いうことですよ。ここもね、いい感じに。あ、もうこれ収穫できんじゃん。アロエだね。あ、いいね、いいね、いいね。で、畑の方もね、作ろうと思って、るんですけど、そこら辺にガーッと畑並べるのと、あとね、この上。はい、ここ橋ありますけど、ここ今、3階、4階の屋上ね、前回何も作ってなかったんですけど、こちら。こちら行くと、畑があるとね。屋上に畑。まあ、屋上に畑って見たことないんですけど、結構都会の方はそういうのあんのかな。屋上、ね、屋上で家庭菜園みたいな。ね、田舎の方はもうビルすらないからちょっとわかんないんですけど、まあそういう感じですね。いやー、すげーいい家。でもここら辺もちょっと危険なんで、
下の方で作ったあの壁ですね、扉付きのね、あれを作って上の方も十分に、警戒しておきたいなと。ただね、ここを多分原住民普通に来ると思うので、この崖ね、なんでそこだけはもうどうしようもないので、普通に入って来られる感じですね。よいしょ。すげえいい家になってきたわ、これ。城建築を忘れてる。城ある程度の高さまで行ったからね、もうあれでいいんじゃねっていうことですよ。で、これ夜になったら閉める。ああ、いいね。今ここら辺ちょっとスケスケだけど、これ全部完成したらすごい安心の空間ができますね。雨が降ってきた。今クラフト的にはそんな感じですね。あとはマルチプレイヤーとか、洞窟の中がちょっと変わってたりとかっていう感じ。お、なんだこれ。シックファインドアロエトゥキュア。あ、やべ。アロエを食べるか休むかどっちかしろっつってますね。あ、アロエ食ったら大丈夫だ。うん。サニティ、この正気度が 86%、これをね、0にしたいっていうこともね、言ったんですけど、難しいんだよね、非常に。なんかゲームをやめてまたやると自動的に回復してるので、まあ、それ、ね、いい感じに数値が下がってきたらそれをやろうかなと思ってますね。ちょっと夜だから、よいしょ、リビングですね、ここ一応。はい、鍵を閉めて。いやー、いいね。雨貫通すんだね、これ。雨貫通しないっていうアップデートしてほしいね。この建造物の下にはね。じゃんじゃん水これ入ってくるから。まあ隙間確かに空いてるけどもね。うん。あそこちょっとフェンスつけたいな。危ないね。で、ここで座って、これ一応テーブルみたいな感じですね。うん。で、こっち側にも、まあいずれ息子の椅子を置きたいけど、息子すげえ熱いっていうね、ここ。よいしょ。まあそういう感じですね。バージョン 0.34 確認となりました。ちょっとアップデート内容の方をね、確認して、燃える槍ですね。それの作り方とかを、あと確認できなかったアップデート内容とかも、確認しながらね、次回はやっていきたいと思います。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。次回の動画もお願いします。